はい、皆さんこんにちは、リクトです。さあ今回ですね、毎週やらせます週刊アニメランキング、ランク圏外となった作品の順位&感想紹介という、今回ですね、今期2024年春に4から5のランクトップ20圏外21位から今回最下位40位までですね、いつも最初から最後までネタバレありでやっていきます。応援ご注意いただけたらと思います。ランキング対象期間が、4月28日日曜の夕方から、5月4日、土曜の深夜までの放送分という全40タイトルですね。概念、作品名は全部書いておきますので、気になったらそちらもね、チェックしてみてください。ということで、対象期間ね、分かる通り、1週間遅れということで、大変申し訳ございません。本当にちょっと、なるべく早くっていうところで、ね、ただ来週またね、遅れそうなんで、ちょっとなるべくこう1週間に収まると思うんですが、それ以上本当遅れないようにちょっと頑張ります。はい。ということで、なるべく早くやっていきたいという、なるべくね、最新に追いつきたいというところなんですが、そんなで今回ね、ランキングは、すでにトップ20のは、上げてますが、リンクもね、貼っておきますね。3つの方でまずね、そちら、ご覧いただきまして、こちらも、ね、気になった方、ご覧いただけたらと思いますということで、まあ、今回ランク圏外なんですけれども、正直結構レベル拮抗してるというか、まあ本当に面白くないと思うのは、まあ、すでに、ね、まあ、この4から5話まで来てる通りで切ってしまってますから、まあ、結構やっぱ面白かったけれども、順位がっていうのはね、多いんですけど、まあ、理由があってね、まあ、順位落ちてはいるんですけど、基本的にはそんなに面白くないやつあんまなかったなっていうのが正直今週の感想としてはあって、結構トップ20代言ってたんですけれども、まあ、正直、まあ、ズバ抜けてるみたいなね、今少なく、ためがやっぱ多かったんで、結構レベル的には低かったなとは思ってるんですけれども、まあ、ただ、じゃあ低いって言って面白くないかと、面白くないわけじゃないなっていうのが、まあ、今週というかね、まあ、先週分の、感想ということになってますんで、まあ、やっぱ最下位とかに関してはやっぱ厳しいことも、言いますけど、基本的にはね、やっぱ面白いっていう感想が、多いかなと思いますけどもね。はい、まあ、理由に関してはしっかり言っていこうと思います。はい。ということでやっていきます。皆さんね、ランチに対する感想をご意見とコメント、ね、お待ちしてます。ということでやっていきます。では、まず21位です。21位。ザ・ファブル、5はですね、前回27位から6ランクアップ21位でございます。ということで、ファブルに関してはね、みんな誕生日がエイプリルフールっていうのを笑うっていうことで、まあ、それはなんか笑うのかもとか思いながら、まあ、なんかまあみんな笑ったんですけど、で、趣味ジャッカルがね、やばすぎるっていうことで、まあ、ディレクションめちゃくちゃでね、またこれ面白かったんですけど、まだ一歩ね、この普通に近づいたかに見える佐藤なんですけど、それは本当に普通なのかっていうね、その見せ方ね、また面白かったです。美咲とまさかの同じ職場になっちゃうっていうところでね、まあ、今回上空を務める準備会っていう感じだったんですけど、バンテージ面白かったなというところで、まあ、クオリティ面のね、まあ、相変わらず懸念点はあると、内容的にはやっぱ面白いなというところです。また次回から盛り上がってきそうだな、21位ということでさせていただきました。はい。で、22です。22位、うるせえやつらですね、第2期、16話、前回15位から、7ランクダウン22位でございますということで、うるせえやつらもね、相変わらずもめちゃくちゃなことやってましてね、はい、すげえ笑ってるんですけど、まあ、前半は、幽霊、そして後半は妖精が出てくるというところで、まあ、当たるとね、面倒な反応で男と分かっちゃうみたいな、これはね、また笑いましたし、後半はてんちゃんかわいそうでね。これもあったんですけど、まあ、ね、幽霊の子に関しても、あんなにかき氷食べたら、それはダメだろ、みたいな。ね、龍之介の親父さんがまあ食べて、なんかやられてましたけど、はい、ということで、はちゃめちゃ回ですけどね、面白かったし、まあ、後半、天ちゃんの夢がかなうと、そういうことかいっていうね、とこでもありまして、やっぱ安定してある意味ね、面白いなというか、楽しませていただいております。はい。で、23位です、23位。魔法科高校の劣等生第3シーズンですね、5話前回9位から、14ランクでは23位でございますということで、エンディングが変わったなというところ、まあ、新章突入したからっていうところ、スティープルチェイス編だったかな。はい、ということで、今回がね、まあ、今回いろいろと張り巡らせる回っていう、これ、まあ本当、ショーの最初だったんでね、まあ、導入回っていう印象は強かったですけれども、まあ、9号線でいろいろと起きる感じかっていうところ、そこは楽しみに、ね、待ちたいなと。いう感じで、ございます。やっぱね、内容的にはやっぱなんかまた難しそうな感じもしてるんで、ちょっと頑張ってね、理解できたらなと思ってます。はい。で、24位です、24位。転生したらスライムだった件、第3期、5はですね、前回40位から16ランクアップ24位でございますので、惜しくもね、トップ20入りはならずというところですが、転スラはね、ほんともう厳しい順位が連発してますし、ずっと会議やってるもんですからね。そういう意味ではね、順位は、1話が21位だったので、そこから42位、37位、40位と来て、久しぶりのね、また20位台に来ましたというところで、まあ、次回うまくいけばね、トップ20また入ってくるのかなっていう感じで、まあ、動画もね、出していただいたんですけども、テンスラね、会議続きすぎ問題で、僕はもう今回の会が面白くなければマジ切りますよって言ってたんですけど、今回面白かったんですよね。まあ、ただやっぱキャラの多さ、あとやっぱ、まあ、
その、まあ、会議っていうところもあるんですけど、まあ、2期の振り返り要素もね、あって、まあ、ただ展開の意外性とか先が気になる感じとか、まあ、いよいよ戦いが始まりそうな予感っていうところで話は盛り上げてきたなっていうところで、まあ、いろいろ勘案しまして、24位というところにね、させていただいておりますということで、まあ、やっぱり、ね、どうしてもこの5話連続会議っていうのがね、やっぱこう、んって思うんですけれども、今回はまだ面白かったですし、はい、まあ、こっからようやく始まるのかっていう、これなんか、噂によるとですね、次回も会議だったとかいう恐ろしい話を聞いてるんですけど、どうしましょう。ただここまで来ると、もう次が戦いかとなってきますね。まあそういう意味では、待てるかなと思ってるんですけど、はい。今回ね、まあ、ひなたも結局利用されてるのかっていうところと、あの場にいたレイヒム偽物なのかが、やっぱ気になる点多かったですね。リムルの映像もフェイクっぽかったですし、一体誰がこれ仕組んでんだろうっていうところで、はい。ひなたはドラゴンバスターね、あの、市長からもらってるんで、ね、もしかしたらこう、ベルトラとも戦うのかなとかね、思ったりとか、まあ、リムルとの戦いであれは使うのかなとかね、いうとこで、まあ、いろいろ気になるとこでしたけどもね。まあ、キルはもう今回なくなったかなと思ってるんですが、どうなるんでしょうか。今24位でございます。はい。で、25位です、25位。まあ、でもやっぱ敵陣で今回メインに描いていったんですけどもね、やっぱこの緊張感出しながらですね、まあ、新しい情報が出てきたり、していくと、やっぱそこは面白いなっていうのはね、持ってるところでございます。はい。で、25位です、25位。怪獣8号 A4 は前回6位から19ランクダウン25位ということで、まあ、これはね、皆さんびっくりの順位なんじゃないかなと思うんですが、まあ、怪獣8号ここまで見ててね、4は面白いって意見が多いかなと思うんですが、ちょっとね、まあ、僕は正直、まあ、本来王道展開でいうこうね、まあ、自身が助けてもらったキコロのピンチに主人公は怪獣8号の姿で駆けつけて粉砕していくっていう回でね、まさしく王道展開やってますけど、まあ、キコロのね、過去も入れながら厚さはあるんですけど、まあ、キコロにね、自分の状態言わないでくれーみたいなね、ちょっとギャグ調な感じとか、なんかいまいちこう緊張感を演出しきれてない、部分があって、どうもアニメはそこは楽しみきれてないな。まあ、前もギャグがっていうところはね、3話、じゃあ2話か、時も言ってたんですけれども、はい。で、まあ、原作の時にはやっぱ4の時に感じなかった、やっぱどうしても王道っていうなんかありきたり感はどうしても受けちゃってる。あと、緊張感に欠けるのは、これはやっぱアニメで見るとっていうのはありますよね。っていうところで、で、まあ、ついにあの、やばい怪獣も登場という人間の姿になったんですけど、どう話が動くのかっていうところで、ちょっとね、なんかアニメは逆にはまりきれてないところはあるんですけども、まあ、ひとまずちょっと楽しみに、見ていきたいなっていうところは、思ってる感じで、ございますが、まず展開の読みやすさと、まあ、そのギャグというか、その緊張感が演出しきれてない部分がやっぱ気になってる、感じでございます。はい。で、26位です、26位。転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。5はですね、前回32位から、6ランクアップ26位でございますということで、まあ、第7王子に関してもね、やっぱ結構評価する声が多いんですけど、僕はやっぱなかなかハマれてないのはいないんですけれども、もう進化は強すぎて、逆にもはや強すぎた結果突き抜けて爽快感出てきたなとは思ってます。はい。ただあまりやっぱそこの進化強すぎるっていうか、うまくいきすぎてるのはちょっとなと思ってるんですけど、敵もおかしくなるまでがワンセットかっていうところで、やっぱヒロインは非常にいい味出してて、ね、タオちゃんがやっぱ特に好きだなと思って、見てました。はい。あのメイルちゃんもいいですけどね。で、まあこう、まあ、なかなかハマるではないんですけどもね、うまく楽しめたらなっていうのは思ってますし、相変わらずその進行は今回、まあ、そのさらになんか異次元の強さっていうところでの面白さ、また、ヒロインの魅力、相変わらずホヤの魅力高いですよね。はい。ということで26位でございます。で、27位、レベル2からチートだった元勇者のまったり異世界ライフ4はですね、前回24位から3ランクダウンも27位という項で、もう安定枠に入ってね、最初1話切りしなくてよかったなという感じなんですが、バリロッサがね、魔王がしれっと出てきましたね。で、バリロッサは気に入られててめっちゃ笑うっていうところで、まあ、いい感じに楽しみまして、まあ、いろんなキャラ立ってきてますよね。で、どうも面白さ増してるなと思ってるんですけど、ただやっぱ主人公にどうも魅力がないんで、そこがすごい痛いですよね。ヒロインの魅力ばっかあってっていう感じがするんで、まあ、主人公にうまく魅力がね、出てくるといいなと思ってます。はい、魔王はいいですね。で、28です、28。デートアライブ5期ですね、4は前回23位から5ランクダウン28位でございますということで、デアラちょっとなんか話難しくなってきましたよね。なんか海外演技の抜群なんですけど、そんな理解できねんのみたいな感じで正直受けてて、そう。で、今回からついにね、高宮美穂の回想シーンが入ってくるってとこなんですけど、まあ、主人公みたいなキャラね、高宮真嗣っていう名前で出てくるんですけど、で、妹がマナっていう、で、ガチ妹がこっちにもいるっていう、小鳥って妹がいるわけじゃないですかね。まあ、あの子もほぼほぼ妹なのかみたいな感じでね、で、あの口調には聞き覚えがありやがりますっていうやつなんですけど。
まあ、続き気になるなと思ってるんですけど、ちょっと内容的にね、ちょっと理解しきれるのかって不安が出てきた感じでもございます。はい。まあ、でもいろいろつながりそうですよね。で、29です、29位。週末トレイン、どこへ行く？5はですね、前回17位から、12ランクダウン29位でございますということで、まあ、週末トレインはね、まあ、おもろいっちゃおもろいんですけど、このわちゃわちゃ感をどう捉えるかみたいなところはあって、このカオスさ、まあ、レイミとね、アキラの関係性はやっぱいいですし、まあ、ね、ドクターの正体が医者じゃなくて善次郎を知る科学者だったっていうところで、まあ、アキラが本を食べてね、心を取り、もう何言ってわかんないですけど、はい、っていうことでね、なんか相変わらず破天荒ぶりで、そこが、まあそんな悪くはないんですけど、なんかそう突き抜けて面白いっていうか、もうやべえな、みたいな感じで見てるっていうところなんで、まあもっとこう面白さに繋がってくるといいなとは思ってます。はい。で、30位です。30位。ウィンドブレーカー5はですね、前回39位から9ランクアップ30位でございますという項で、いや、ウィンドブレイカーね、まあ、ちょっと次回ダメだったら切りますと、まあ、キャラ紹介4話までやって、5話でね、まあ、いよいよ戦いが始まるって、構想が始まるっていうところで、そこがダメならっていうことで言ってたんですけど、まあ、正直ね、やっぱこう、女性向け感とか、中二病感みたいな、相変わらずしますし、まあ、キャラ、ね、っていうところで、まあ、切ろうかなと思ったんですけど、やっぱ、この劇版とか戦闘シーンがね、めちゃくちゃかっこよくて、もう切れたらリズムきたかったんですよね。僕ノリノリになって見てて、いやこれで切るわけにいかんなっていう感じで、見てたというところで、まあ、今のところなんか勘違いしてるいじめっ子を防衛するみたいな感じなんですけど、まあ、正直早く強者同士のね戦いが見たいなとも思ってるんですが、はい、まあやっぱキャラが濃いんでね、ハマったらやっぱ面白いかなと思ってるので、ちょっともうちょい様子見っていう感じですけどね。今回はまあ気になる点もありながらね、進行方を分からないとかも苦手な人も多いと思うんですよ。僕も結構なんだって思ってるんですけど、あでも今回やっぱかっこよかったですね。これがかっこよかった、しびれちゃったんで、切るのはやめだっていう感じですね。はい、30でございます。で、31です。31、ゆるキャンシーズン3-5は前回22位から9ランクダウン31位でございますということで、まあ、ようやくね、リンとあやちゃんとナレシコで、まあ、合流しキャンプ開始するっていうところなんですけど、やっぱちょっとね、さすがにネタ切れ感が僕あるなと思ってて、まあ、もうキャンプアニメとしてやれてないなっていうのは正直なところでね、飯テロアニメですよね。まあ、ご飯が美味しそうだったね、良かったんですけど、はい、この空気感をね、うまく楽しめたらなと思ってるんですけど、ちょっとキャンプアニメって見るとどうしてもちょっと厳しさがね、目立つなっていうのは正直な、とこでございます。はい。で、32です。32。おーい、トンボ、5はですね、前回21位から11ランクダウン32位というぐらい、ちょっと順位落としすぎな感じもするんですけど、トンボをね、まあ、島から出せる作戦が継続していくような感じで、まあ、前回ね、すごいシリアスになりそうになったら、まあ、うまくね、なんか収めてた感じもしましたが、まあ、これでね、ワンクールぐらい使って、外の世界に出て大会とかに来る目から挑むとか、そういう感じなのかなと思って見てるんですけれども、今回島のネタをね、散りばめてクスッと笑うというところで、意外がなんか毎回ね、トンボ2位をやられてんなっていう感じでね、見てますけれども、はい。まあでもなんか今回、なんか次回はね、島からなんか出てライバルでも連れてくるのかっていう感じだったんですけどね。まあ、そこは楽しみで、ございます。はーい。で、33位です。33位。カイと乙女と神隠し4はですね、前回38位から5ランクアップ33位でございますという号で、今回はね、まあ、昇級司会っていうような感じで、まあ、ため会っていう感じも受けてたんですけども、やっぱ乙ちゃん可愛いっすねって思いながら、まあ、新キャラが出てきて盛り上がりそうな感じっていうところで、まあ、新章にね、期待していきたいなというふうに思っておりますが、はい、まあ、ちょっとため会が上に順位が落ちていますと。落ちて、まあ、前回より上がってますと。で、34位です。34位。キャプテン翼シーズン2ジュニア優先3クール目ですね、30は前回29位から5ランクダウン34位でございますという号で、まあ、キャプテン翼ね、やっぱ日本対ドイツ非常に盛り上がるなと思ってるんですけど、ただちょっとメインキャラがね固定化されすぎてて、ちょっとテンポがまあやっぱどう考えてもゆっくりなんですね。まあ、完全にこの長期シリーズなんで、ちょっとなかなか他の新アニメで比較するのはね、これも夕方アニメですから難しいんですけれども、まあ、展開にちょっと既視感がある感じはね、してるので、まあ、これは次回に期待したいのと、まあ、まだまあね、ここからもっともっと盛り上がると思うので、そこはね楽しみだなと思っております。はい。で、35位、
ディモンスター5はですね、前回36位からワンランクアップ35位でございますということで、ディモンスター相変わらずね、もう凄まじいテンポ感で、もうサクサク点すらと大違いっていう感じなんですけども、まあ、このテンポ感がだんだん癖になってきてるかなと思いながら、ただめちゃくちゃ面白かったって難しくて順位がね、結構、まあ、正直上にやりづらいなと思ってる感じですね。はい。まあ、次回からいよいよ戦いが始まるらしいんでね、そこはね、楽しみだなと思っております。はい。で、36位。魔王学院の不適合者ですね。2期2クール目、4は前回28位から8ランクダウン36位でございますということで、今回はね、エミリア先生会かというところで、正直全然話に入り込めなくてですね、まあ2期もね、序盤も全然話についていけなかったんで、そういう意味ではね、なんかまたその不安が再燃してる感じなんですけど、やっぱ魔王学院に関してはね、まあアノスさんメインの話に限るなって思ってるんですが、とはいえね、まあ前期っていうかそのワンクール目に関してもシンレロのね話でもうめっちゃ感動してねっていうのがありましたんで、そういう意味ではねちょっと一概に言えないんですけれども、ちょっと CG のクオリティが正直今回ひどかったですよね。まあ内容的には他の面白くなるといいんですけど、ちょっと作画面でも不安がね、まあ出てきてるのかなと思います。はい。で37位。花の井くんと恋の病5はですね、前回25位から12ランクダウン37位でございますということで、ようやくね、モータルちゃんが自分の気持ちに気づいたかっていうね、書いてたんですけど、まあ、これで次回付き合う流れかっていうところですけど、これで次回付き合わなかったらもうどうすればいいんだ俺切るかみたいな感じになってるんですが、ちょっと遅すぎましたね、正直ね。うん、でまあ、花の井くんもね、今回ホタルちゃんと話したいからってちょっといろいろやりすぎでしたしね。あの、屋上に関してもダメだろうね。いくら喋りたいからって彼女あんな不安な気持ちさせたら、彼女っていうか好きな子あんな不安な気持ちさせたらダメです。はい。っていうかあのまあ進展しててね、そこは嬉しくはあるんですが、ちょっと展開的にね、うーんって思うとこはやっぱ多かったですね。37位となっております。で38位。魔王の俺がドレーエルフを読みにしたんだがどうめでればいい5はですね、前回35から3ランクダウン38位でございますということで、まあ、ザガンの真意を探る回というところでね、まあ、その中で主人公の良さを再認識して助けに行くみたいなね、まあね回だったんですけど、ネフィーたちがね、まあ、どうもこうシリアス祖先がいまいちというか、まあ、進行があんまメインに出てこなかったのもあるんですけど、まあ、敵のカマズ感みたいなのもちょっとすごくてね、そこがなんかなっていうのを思ってて、まあ、ザガンがね毎月バルバロッサに罪を着せられてたって分かってくるのとこなんですけど、ネフィーのピンチに主人公は登場と、あまあまあ何回も見た展開だなって思っちゃいましたね。うん、でまあやっぱどうしても主人公とネフィーの絡みありきなところがあるんで、そこがないとそもそもね、うん、厳しいなっていうのは改めて思いましたし、そうっすね、まあ、シリアス路線の難しさもあるし、まあザガンを出さずにね、ネフィーたちで話を回すっていうのも難しいなって思った、とこでございましたし、敵の魅力っていう面でもね、まあ、かなり不足してるなって思いましたね。はい。では39位。アストロノート5話、前回33位から6ランクダウン39位で、これついにね、ここまでアストロノート落ちてきちゃいましたよというところで、どうですか？序盤はね、おもれっていう声もね、結構聞いてたわけなんですけども、1話は3位にしてましたからね、そこから32位、22位、33位、で39位という声で、順位がもう一番落ちてきてたっていうね、アストロノートなんですけれども、まあ、相変わらずね、やっぱわちゃわちゃしてて、まあ、多様性とラブコメみたいな感じの回ですけど、やっぱちょっとぶっ飛びきれてないんですよね。やっぱこれ1話圧倒的なそのコメディ力の高さっていうのはすごい感じてたので、っていう意味では、なんかぶっ飛びそうに見えてぶっ飛びきれてないよねっていうところが話として続いてて、で、まあ、あとやっぱテーマが1話の中で全然絞れてない。なんかすごい行ったり来たりしてるっていう感じがしてて、で、まあ、それならもっとね、わちゃわちゃさせるって手もあるんですけど、なんかちょっと変にまとまりそうで全然まとまってないですよっていう話の見せ方なんで、なんかそこはね、まあなんかそのわちゃわちゃさせるかはもうきっちりそれで一本ずつやるかっていう感じなんですけど、ちょっとねブレブレな感じがしてて、でまあ大体としてもちょっと古い感じでね、今キャラクターとか見てもね、してるんでちょっと困ったなっていうのはね思ってるんですけど、ちょっともうもしかしたら切るかもっていうところも出てきました。はい。まあただ最終話で全部いただきますとなってますね。どんでん返しに期待なのかなとも思ってますし、ちょっとそれでまた次回様子見という感じで、ございます。はい。そしていよいよ最下位発表していきます。今回最下位となった40位となった時、こちらも最下位、竜族ザ
Blazing Dawn、7-8 は前回32から6ランクダウンついに再開来ちゃいましたということで、まあ龍族ね、序盤はやっぱこのギャグにすごいね、僕はなんかこの独特なギャグにハマって、まあもちろんクオリティものすごい高いですから面白いと、ただやっぱ本筋が始まってったね、まあ前回ぐらいからだんだんなんか話がよく分かんなくなってきたっていうのもあって、でもただシリアスの面白さあるよねみたいなことも言ってて、っていう回だったんですけど、っていう中で、まあ、今回ね、もう話が進んでるよりなかなか進行作用の話が進んでいかないっていうことで、なんでちょっと切りづらいんですけどね、なんか感覚としては。やっぱキャラが増えすぎ、あと場面が切り替わりすぎってちょっと分かりづらさが増してて、相変わらずギャグとテンション感はね、よく分かんなくて、あの今回もなんかあの花火で祝うみたいなのありましたけど、なんかよう分からんですよね。最初はあんな笑ってたんですけどね。っていう感じで、まあギャグはやっぱね、ハマる部分ハマらない部分っていうのはね、絶対個人差ありますんで、僕はどんどんギャグダメになってきたなっていう感じです。でシリアス方面が面白いんですけど、やっぱシリアスになりきれない感じもしてて、どうすんだろうって、まあシリアスに思いっきり振った方がよっぽど面白いと思うんですけどね、だからね、そういう意味では。でちょっと次回で切るからね、どうしてもやっぱ毎週2話ずつありますから、こんだけ遅れてるのにね毎週2話見るってのはやっぱ結構ハードルとしてありますので、まあちょうど折り返しっていうところ次回でね、ちょっと正直決めようかなという感じで、20話らしいんでね、はい、っていうことですが、まあ、ちょっと内容面の、まあ、難しさ、まあ、展開の広がりすぎ、キャラ増えすぎ感、まあ、クオリティは高いんですけれども、やっぱギャグはねかなり不発だったりっていうところの、部分で再開とさせていました。はい、という感じで、今回ですね、今期2024年春アニメ4から5話のランクトップ入りの意見が21位から、最下位40位までですね、ネタバレありの紹介は以上になります。ありがとうございました。という皆さんね、ランチ会する感想をいろいろコメントお待ちしてますということで、どうでしたか。まあ、今回ね、正直そんなダメな話は出なかったですね。で、まあやっぱ龍族とか、まあアストロノート、魔王の俺は切る気全然ないけど、ハーノイくん、この3つぐらいは切る可能性は全然あるかなと、思ってまして、ハーノイくんはなんかずっとなんかなんともなと思いながらね、見続けてるんですけど、どうせ映画に切っちゃった方がいいのかな、次回付き合うんだったらまあね、見ようかなと思ってるし、はい、っていう感じですかね。アストロノートはなんか不圧感はあるよな、キャラの濃さがなんかだんだん濃さがあんまなくなってきてる感じもしてて、そうっすね。はい。っていう感じですか。まああとは基本的に全然面白い作品ばっかだったんで、まあため替えとかね、なんでまあそういう意味では全然またここからね、全然トップ20にいくらでも上がる作品多いと思いますし、テンスラは個人的には面白かったので、ちょっといよいよね、次回会議が終わってるといいと思うんですけど、噂は会議で聞いてますね、絶望してますはい、っていう感じですかね。まあ結構辛めの順位もね、多かったと思いますね。また皆さんいろいろご意見はあるでしょうけどまあ基本的には面白かったという感じでございました。はい、ということで以上となります。またね、まさにトップ20上がってるって話はしましたし、またね、週間ランキングもですね、毎週、なるべく早く上げられるようにちょっと頑張っていきますんで、それ以外もね、またいろいろ動画も上げていきますので、ぜひにチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。